もしくはもう三振を取る自信があればそういう風な投球内容をしていく、はい、センターへ田村が下がって取りました。西岡がタッチアップ、マリーンズが先制です。サード松田のまずい守備もありました。ノーアウト一塁三塁から福永がきっちりセンターへ。さあツーストライクツーボールは変わりません。センターへ、あーっと交錯しました。田村とそして長谷川が、そして田村が足を押さえて倒れている。その間に西岡は近江、そして打った大塚もホームまで帰ってきた。これで3対0となりました。まだ田村は動けます。しかし一発があります。怖いバッターです。センターへ、センターバックする、超えていきます。二塁ランナー三塁を回って今ホームイン、そして一塁ランナーも三塁を切りました。今ボールが内野に返ってきただけ。マリーンズ2点追加。クリオズレータが打ちました。やはり今日は当たりはなかった。引っ張っていたライト柴原の上を越えました。二塁ランナーオージズが今ゆっくりとホームイン。橋本ライトオーバーのタイムリーツーベース。今日もマリーンズが先制です。今のも変化球ですよね。はい、やっぱりボールゾーンに投げきれないというね、まあ、今そして2回目の打席ともに空振りの三振に終わっています。ワンバウンドになった。後ろに探しています山崎。三塁ランナー西岡がホームインですね。昨日も最後の打席までは、ね、沈黙しましたからね、はい、さあまあ、コースさえ合わせれば打ち取れやすいですからね。はい、ツーワンです。おっとデッドボールになりました。ズレータの足に当たりました。ワンアウト満塁からズレータにデッドボールを与えてしまいました。今西岡が3点目のホームを踏みました。打っていて国語の頭上を抜けていく。三塁ランナー今ホームイン、そして二塁ランナーもホームに帰ってくる。一塁ランナーズレータは三塁へ。もう流れですよね。はい、そういう大松も打ちやすい状況ですからね、打ったことだけじゃないんでね、さあワンアウトランナー二塁と変わりました。ズレータの当たりはレフト、大きな当たり、レフトピッチ追いかけていきますがフェンスに当たりました。それを見てゆっくりと早川は三塁を回ってホームに今帰ってきました。防御率は 3.98 という成績。これはぐーんと伸びていきますがどうか。センターか、センターが取りました。タッチアップからゆっくり今西岡がホームインです。1点を返しましたマリーンズです。ベテラン頑張りますね。そうね、はい、その時にちょっと話を聞いた時にね、はい、やっぱり田上っていう選手のやっぱりその打撃がいいっていうもんでね、はい、田上を DH で使うためにはということで自分から出ると思うからしいですね、はい、これはセンター前に抜けます。ランナー帰ってきます。大塚のタイムリーヒットが出ました。2点目が入りました。マリーンズこの回大塚のヒットで1点。ランナー走って打って取るかどうか、落とした。ランナー三塁を蹴った。オーディスホームイン。和田が打たれました。3点目が入りました。5対3、橋本にツーベースヒットが生まれました。